はい、ビッグレンズのソシャック面です。ときめきメモリアル2の続きをやっていこう。何をしてたとこだったっけ。とりあえず茶道部行こうか。多分この子まだ誘えてないよね。はい、そうです。あ、白雪さん、そうだけど。あら、何のご用ですか。サーカスとかあるの、すげえ。サーカスとか行ってみたいけどな。やってみ、ちょっと美術館にしとこうか。その日ですか。占ってみますね。お、占いで決めんな。平気ですよ。あ、で占いが好きってことはそういう系か。はい、わかりました。それでは忘れないで来てくださいね。よし。で、あ、そっか、テストだからもうテスト以外のことできないのか。大丈夫かな、テスト。お、大丈夫だ。いい出来だ。数学、まあまあ、理科、いい出来、社会、バッチリ、フィズ、まあまあ。おお。あ、で、このテスト休みにデートだった。ちょっと早く来すぎたかな。お、すいません、遅れちゃいました。なんだろう、この子なんかさ、髪の毛を、自分の髪の毛をほっかむりみたいにしてんのやばいよね、この髪型。なんか前でつながってるみたいな。下手したら首締まりそうな。あなたの今日の運勢はいいですよこんなこと言われたらやだな、初デートで。あ、占いね。じゃあいいことあるかな、楽しみだよ。はい、私も楽しみです。入りましょう。おう美術館にはよく来るんですか。これはどうすっかな。全然興味はないからにするか。なんとなく来ようと思う時があるよ。そう思うのは美術館との相性がいい証拠ですよ。頑張ってくればいいことがありますよ。あ、良さそうだね。割といい印象を与えたようです占い通り楽しかったです。来てよかった。やっぱりこれ断るときも占いがって言ってくるのかなそれじゃあ私は帰りますね。この声もやばいな、中二病みたいだよね。そろそろね。あ、てかまた見よっか。しばらくあれやってなかったし。うん、こんな感じだよ。うん、あー、まあ普通か。あ、やべえな、こいつらちょっとなんかガンになりそう。オッケーオッケー。テストの結果、お、順位が結構高いな。37位だって。結構いい出来だ。あ、やった、日の本に勝ったじゃんやっぱりこいつ赤いな赤いだけに赤点だな。今日はホワイトデーだから大変だよ。返す女の子多くてさ。なんかさ、こいつってさ、伊集院とさ、伊集院と兼ねてるのかな、よしお。そういうわけで、じゃあね。くだらん。くだらんってこいつチョコもらってなかったけど。お前はお返しはもう渡したのか、純。まだだけど。必ず渡す。必ず渡すのにくだらんって言ってたのか。純のやつ。さて、俺もお返しを渡すとするか。誰に渡そうかな。あ、こいつにギリチョコもらったからもうこれしかないんだ。でもさすがに返さないはおかしいと思うんで。一人しかいなくて。いや、うん、光に渡そうって言ってるけど、光ちゃんからしかもらってないからね。光いないか。あ、光。釈面くん、どうしたの？釈面くん。バレンタインチョコのお返しだよ。釈面くんみたいに言ったつもりなんだけど、うまくいかなかった。そっけないな。まあ、義理だからね。今日は疲れた。あ、さくらさんだ。仲良くなれてなくて寂しいから誘おうと。で、誘うときに、なんて言って誘う？さくらさん。いや、変になんかさくらちゃんとかかえでこちゃんとかって言ったら多分やばいと思う。呼び捨ても多分やばいし。これやんなきゃよかったな。かえでこさんってあえて下の名前で呼んだらどうなの？
呼び捨てしたいけどな。楓子さん、うわめっちゃ露骨に嫌な顔してる。ちょっとその呼び方好みじゃないかな。やめてね。やめて、ね、ちょっとなんかあの頭のさ、なんだろう、あの若干角みたいになって、鬼の角みたいになって、あうーんまずかったみたいだ。ちょっとデート誘っとっか。みなつきさんとかやばかったよね。そう。あら、生きていたのね。で、美術館にしようか、ちょっと無難に。予定があるからダメよ。あ、ダメだった。光でも誘ってあげて。じゃ、またね。くそ。どうしよう。ちょっと他の場所誘おうか。水族館になるとこだ。そうね。お。あら、残念。その日なら大丈夫そうよ。危なかった。これなら大丈夫だ。結構よ。分かってるとは思うけど、忘れたりしたら承知しないわよ。ちょっとセリフ変わったんじゃない？前はさ、別に忘れても構わないわって感じだったよね。お、今日は春休みだ。今日から春休みか。で、春休みが開始されたので、とりあえずこいつとデートして、なんか欲しくる。あら、早かったのね。待たせちゃったかしら。マジで水色のセフィロスだな。そう、ならよかったわ。じゃ、行きましょうか。よし。水族館見るの初めてじゃないか。この水族館とっても評判いいんだって。私もなかなかって聞いたわ。へえ。とりあえず入りましょう。それもそうだね。イルカのショーとか見れるのかな。サメってどことなくあなたに似てない。似てるのか。え、何それ、ふてぶてしいところが、凄みのあるところが、堂々としているところが。こっちだったら気分害さないよな。それって笑えるわね。勘違いってすごいわ。あれ、怒っちゃった。まあこんなもんだろ。ふてぶてしいでよかったっぽいな。今日はなかなか楽しかったわ。よかったよかった。では、私はこれで失礼するわ。さようなら。デート楽しくないんじゃない、この子。光かな。なんかだ、こいつもやばかったんだよな。あれ？どうしたの？今日は。よし。動物園ならどうだ。その日予定入ってるからごめんなさい。どんな予定入ってるんだろうな。今日から新学期だ。なんだ、グラウンドの方が随分騒がしいんだ。行ってみるか。どうしたんだ。なんだなんだ。え、なにこいつ。随分と下船な学校なのだ。変なやつ来た。申し訳ございません、メイさん。メイさん、まあ、よい。ゲゲ、ヘリで登校。あ、あれは移住院家の紋章。え、どこに紋章ある。あの娘、移住院家のお嬢様か。なんで響きの高校に。まあいいや、触らぬ神にたたりなしだしな。あー、登場したってことね。貴様、聞こえんのか。もう捕まってんじゃねえかよ。お、俺。そうなのだ、ちょうどよい。校長室に案内するのだ。ちょうどって。ついでにメイのカバンを持つのだ。メイのカバンを持てるとは光栄なやつなのだ。やべえなこいつ。なんで俺が。え、なんだ、拳銃向けられてない。なんか持たせていただきます。おかしいおかしい。また同じクラスだよ俺たち。あー、そっか、クラス替えとか一応そういう概念はあるんだ。またかよ。悪かったな。いや別に悪くはないけどな。まあまあ仲良くやろうよ今年もさ。あ。そうだな。じゃあ俺クラスの女の子に挨拶してくるから。はつまらん。こいつとあんまり仲良くしてないけどね。極端なやつ。あら、こんにちは。
みなつきさん。今年は同じ組のようね。よろしく。あれ待って、これさ、組がさ一緒じゃなくなっちゃったりもするのか。この子とは一緒じゃなかったんだろうな。あなたって誰にでもそんな言い方してるんでしょう。うわ、でも私はダメよ。見抜かれてるね。みなつきさん、ガードが硬いよな。誰だよこいつ。ガードが硬いってやばいな。さて帰ろう。あ、ことぶきさんだ。一応声かけてみる。あ、やべ、これやんない方がいいよこれ。まあ、ことぶきさんだな、無難に。ユッキーってね、これこうやって呼んだらどうなんだよ。めっちゃ気になるな。気になるけど絶対怒るよね。いや、試しに呼んでみようぜ。ユッキー、どうなる、どうなる。あー、みゆき、そういうのやってないんだ、ごめん。なんだよそれ。あ、まずかったみたいだ。あー、これ呼び名確かに変えない方がいいね、最初のうちは。カエデコもやばかったよ。カエデコ、ちょっと先に進んでおくか。ごめんなさい、ちょっと急いでるんだけど、何か用なの？懐いてねえぞこいつ。ショッピング街誘っとこうぜ。確かショッピング街好きだった気がするから。その日は…あ、よしよし。あ、よかった、大丈夫だよ。オッケーオッケー。さて、帰ろう。あ、白雪さんだ。これはいいかな。この前デートしたしな。無視して帰った方がいいような気がするけど、ちょっと誘ってみたいんだよね。みほぴょーん。妖精さん、その呼び方は秘密のはずですよ。赤の他人に教えちゃダメですよ。なんだその妖精さん。妖精さん呼ばわりされてるでしょ。あ、まずかったみたいだ。もうこのなんか呼び名はもうデフォルトで呼ぶようにしよう今後ね。こいつがやばいな個人的に。皆目見当つかないな。この子が好きなものはやっぱこうボーリング場とかだ。この日予定入ってるから。せっかく考えたのに、いろいろ考えあぐねたのにダメだったな。この子誘うの大変だな。どうしよっかな。ショッピング街とか来るかこれ。来なそうだよな。映画館、いや映画を見ないでしょ。わかんないけど。いやなんか動物園っぽいのにな。遊園地か。いやこの前実はサーカスやればよかったな。この前ってかさっき言ってたやつ、いや期間限定だったみたい。この日予定入ってるから。よし、お待たせ。あ、目赤かったっけ。今日はどこに行くの？いやー、ファンシーショップじゃない？確かファンシーショップですね。ファンシーショップに行きたいんじゃないか？本当？なんで分かったの？ちょうどそこに行きたかったの。お前のことはお見通しだ。やばいでしょ。これは絶対ダメでしょ。何なら買ってあげる。あ、これでも選択肢難しいね。これかな。なんかこれはちょっとダメだと思うんだよね。きっとわかんないけど。全然。部屋を埋め尽くされたっていいんだもん。可愛いものに囲まれて暮らしたいな。割と良い印象を与えたみたいだぞ。すごいな。今日は楽しかったよ。またそのうち誘ってね。楽しみにしてるから。よし、それじゃ私これで帰るね。よし、無事デートは成功したな。デート誘って終わりにしよっか。こいつが全然誘えなくて。中央公園ちょっと誘ってダメだったらちょっと違う子誘ってこうかな。この日予定。はい、無理。ごめんなさい。ちょっとこいつ切り捨ててもいいかな。わかんねえんだよ。ということでね、そろそろね、時間が来たんで終わりにしたいと思います。じゃあ、またな。